神岡くんじゃない。別にいようってわけじゃないんだけど、みどりちゃん元気？あ、みどりちゃんって麻生さんのこと？前に会ったばっかりだし。あの、今日は図書室に何の用？何か調べ物？ああ、それなら左から四つ目の通りの奥の書棚の向かって右側に植物コーナーがあるから。どうしたの神岡くん。汗がすごいよ。
も暖房が効きすぎてね。私もブレザーは着てられないんだけど。それでもそんなに汗をかくほどじゃないと思うけど、熱でもあるんじゃない？そう、本当に大丈夫？進むくん！探したよ、進むくん。うん、本当は麻生さんを探してるんだけどね。進むくんなら知ってるかと思って。どこ探してもいないんだよね。図書館にいるかと思って行ってみたら改装中だし。うん、今週いっぱいお休みだよ。どうしたの？ところで進くんさ、今朝のホームルームの時、ペンダントみたいなものを見ていたでしょ。見せてちょうだい。七角形だったでしょ。え、進むくん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。図書室にもいなかったよ。そっちは？いなかったよ。そうだ、神岡くんは？もう私が聞いたよ、知らないって。どこ行ったんだろうね。ところで話を戻すけど、あのペンダントを見せてくれないかな。ペンダント？あ、私も見たい。もしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の。覚えてないの？1年前の事件。つづみ、その話は。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でもアキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。ほら、つづみ、神岡くん困ってるよ。完璧に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ、神岡君はあの事件には何の関係もないんだし。覚えてる人の方が少ないよ、今となっては。そういうもんかな。
昔からある清涼学園の七不思議の一つに主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけど、このペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。興味はあるんだけど、前みたいなことが起きたら嫌だもんね。さっきも話したでしょ、1年前の事件。あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。だからその話はやめようよ、つづみ。なんでそこまでやがるかな、この子は。ごめんね、だけど本当に嫌なの。まあいいわ、他ならぬアキちゃんの頼みだし。そこまで言うならこの話はこれでおしまい。けどそれはするとして、やっぱりこれは君が持ってた方がいいよ。何が起こるか観察してみたいし。なあ、噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。まあ進くんならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。鼓、言い過ぎだよ。そっかな。それじゃあ他のところを探してみますか。やだな、さっきも言ったじゃない麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。神岡くん、ちょっと相談があるんだけど、今いいかな。写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝って、ね、お願い。
ちょっと急ぎなのね、お願い。そう、じゃあ仕方がないわね。あ、ごめんね、邪魔しちゃって。